ゾウサウルス、または、陳ウサウルスは、前期白亜紀に、中国に生息した、ハドロサウルス上下の恐竜の属である。タイプ種は、ジョソリスヤンギである。属名は、金州市にちなみ、種相名は中国古生物学の創設者、幼少圏に、県名されたものである。2001年に、王蔵林と女性により初めて記載された。 ホロタイプの頭骨ホロタイプの化石標本、i ボ o p V12691 は、中国、遼寧省金州市議県、白菜港近郊の議県類層にある大王城市層から発見された。押しつぶされた石板の中にほぼ完全な状態の骨格が保存されていた。人臓サウルスは、全長約7メートル、頭骨の長さは50センチメートルほどである。 頭骨は尾光が大きく、運部は細長く、全眼下窓がなくなっていた。歯骨には少なくとも17本の歯があった。人造サウルスには、原始的な特徴と派生的な特徴が両方見られる。もともとはすでに側系統群だと理解されているイグアノドン化に属するとされていたが、後に記載者らはより包括的なイグアノドン状化に含まれるとした。二0 1年の研究の結果、 イグアノドン城下より派生的なグループであるハドロサウルス城カの基盤的なメンバーであると結論付けられている。ありがとうございます。